トシとスバルのバズワーイ。よー、 What's up ladies and gentlemen、 レインボータウン FM お聞きの皆さん、こんばんは、レノサトシです。皆さんこんばんは、木村スバルです。始まりましたファンファンサーズデイバズアップのお時間ですよ。よろしくお願いいたします。お願いします。毎週月曜日から金曜日の午後11時から30分間、レインボータウン FM にて放送しておりますラジオ番組ファンファン。木曜日を担当しますのは僕たちバズアップでございます。はい。今夜も木場のレインボータウン FM スタジオより生放送でお送りしておりますよ。生っていいよねー。ありがとうございます。気持ちよかった。今もう寒さも吹き飛んだよ。何の日だ今日。いや本当にね、もう今日は皆さんも先週も予告した通りですね、本当に生についての良さをですね、本当にですね語り合う夜となっております。どうぞお付き合いくださいませ。生ナイト、生ナイト、その通りです。生ナイトです、はい、この番組は東京モノレール羽田航空航空客船とベテベベ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 ベシュビドビドビドベスキャパラバレニビラブルビドブル。ちゃんと読んで。この番組は東京モノレール羽田空港国際線ビル駅の構内にあるエドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組となっております。はい、エドプレスジャパンとは羽田から世界へ日本の魅力を配信していく外国人向けのインターネットテレビ放送局でございます。エドプレスジャパンと検索していただきますとホームページから24時間配信している動画も見ることができます。もちろんどなたでもぜひチェックしてみてください。お願いいたします。さあというわけで、はい、大人気コーナー早速行ってみたいと思います。お願いいたします。今日使える豆知識のコーナー。望んでるよねみんなね、待ち望んでるよ。これのために一日生きてた。そうかもしれない、そうかもしれない。今日は2月の23日でございました。はい、今日はどんな日だったかと申しますと、はい、グレゴリオ暦で年始から54日目にあたり年末まであと311日あるという日でございました。はいはいはい、はい、もうすぐ300日切るんじゃないですか。これ切りますよ。来週はまだちょっと300台ですけれども、はいはいはい、再来週は300日。いやこれね、俺ねマジでグレゴリオ暦日に日に感謝してる。うん、あ本当？なんか一日を大事にしなきゃってなり始めてる。ちょっとフィールしてる、もしかしてフィールしてる。グレゴリオ暦フィールしてる。そうそうそう、やっぱね。さあ今日はどんな日だったかと申しますと、風の日、風の日、風の日。いやいや、まあまあ、まあ、風の日、それ最近だわ、ずっと、ずっとだわ。風の日、今日はですね富士山の日でございましたよ。あ、いいですね富士山。もう語呂合わせです。さすがですね、これも最高ですね。富士山、はい、223 223、そして乳酸菌の日、はい、そして風呂敷の日だったそうですよ。風呂敷ですか。これもね可愛い語呂合わせでございますよ。うん、風呂敷の日ですので223で包み、あ、み。それ6だわ。何なんだ、無だったら6だわ。それ2月26日の話になるわ。でもそれそうなんじゃない、包むの日。おい、どうなんだ。 That's good Japan man。 ね、ちょっと待って、包みで、はい、風呂敷の日でございます。素敵。さあそして明日、はい、明日役立つ情報をお届けいたしますよ。明日は、うん、月光仮面登場の日なんですね。どんな記念日だよ。ちょっと待って、面白いね。やばいですよ、どんな記念日だよっていうの。どうでもね素晴らしいんですよ、はい、いきますよ、うん、1958年のこの日、うん、1958年ですよ、はい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 、もう半世紀前ですよ。俺のおかんが8歳。ありがとう、どうでもいい情報。おいで、この日ラジオ東京、まあ、現在の TBS テレビでございますけども、うんうん、こちらで国産初のテレビ映画、うん、月光仮面のテレビ放送が始まったことにちなむんですって。だからなんですね。月光仮面って日本初のテレビ映画なんですって。アニメ、アニメのテレビ映画、ですから明日は月光仮面の日でございます。登場ってそういう意味なのね。イエス、月光仮面登場。その通りでございます。あったね。ありがとう。え、め、一回も今まで会ったことないのに今初めて会ったね。ほんとやっと馬があった。さあというわけで皆さんぜひこの情報役立ててください。はい、じゃあもう今日もエンジン全開ブリブリ、はい、ビンビンでお届けしたいと思います。そうしましょう。それでは早速今夜も生放送でバズっとく、もちろんショップ、サトシとスバルのバズワープ。さあ始まりました、はい、バズワープでございますけれども、はいはい、まあ、はい、ちょっとまず先に、うん、先週も告知いたしましたけれども、はいはい、今日は、うん、我々がやっております天才劇団バカバッカのイベントがあったんですよ。やりましたよ今日。もう我々このイベントを終えたこのままこちらに来ておりますけれども、そうでございます、そうでございます。あのですね、ええ、初めてのなんかちょっとディナーショーじゃねえな、まあ、ちょっとレストランでやる初めてのイベントだったんですけども、たくさんのお客様にご来場いただけたことをこの場をお借りして心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。というわけでですね、今日調子よくね、今日調子いいね。今日調子よくね、合うね、やったね、生っていいよね、合うね。
合うね。やっとだね。いやこんなこと言ってるとね30分があっという間に過ぎちゃうからそうそう、あのですね今日、はい、イベントにお越しくださったお客様からですね、お便りが届いているので、もしよかったらこの場で紹介してもいいですか。どうですか。いや答えないよ。待て俺は聞いてくれたの、ね、聞いてくれたんだけど、こういうのが多い。そうなんだよね。そうなんだ。さあ一個僕の方から紹介させていただきます。バズネーム泣き虫のユーリよりさんからです。はい、レノさん、スバルさん、こんばんは。こんばんは。本日は久しぶりにバカバックのイベントに行けて本当に幸せでした、そしてイベントお疲れ様でした、ありがとうございます。おや、4月から新社会人になり不安でしたが、皆様に会えてお二人に会えて元気になりました。これからも応援しています。女装がとても可愛かったので今度から他の人が誰かをプロデュースして可愛くする企画とかやってほしいです。僕たち女装したんですね。そういえばそうですよ、私はスバリーナというのをやらせていただきました。いやいや本当にこれ最後が可愛いですよ。泣き虫のユーリからいただきました、あと今日は泣くの我慢できてよかったですって。あの素敵、あのね、泣き虫のユーリいつもねイベント来てくれるとね、号泣して帰るんだよねいつも、俺なんかしたっていつも思うんだけど、なんかしてるんだよ、ね、おいしてなかったのね。ファンにははい手は出さないぜ、当たり前だぜ本当だね、今俺時間を使って当たり前なこと言ってね。当たり前。そう、僕からもいいですか。はい、お願いします。はい、バズネームタナッティさんからです。おろ、ありがとうございます。ありがとうございます。スバル君、サトシさん、こんばんは。こんばんは。今日初めてバカバカの公演に行きました。先週ラジオを聞いてえぐい内容やってるなとすごく面白かったので二人のことを調べたら公演があると知り、昨日チケット取りました。ありがとうございます。一人で行くなんてアウェーかなと内心ビクビクしていましたが、面白くて2時間笑いっぱなしで楽しかったですと。こんな楽しい一日を過ごして幸せです。ありがとうございました。こちらこそですよ。4月の公演も、これもあれか、めちゃバカ4月にやるんですけど、ま、4月も絶対見に行きますと。ありがとうございます。ありがとうございます。これさ、嬉しいじゃないですか。このバズアップを聞いて、見に来てくださったお客様がいたんですよ。いたんですよ。えぐい内容やってるなと。えぐくてよかった。まあ、本当によかったね。うん、でも、いつもあんなんですかって聞かれた。違います。違います。いや、嘘だ、嘘だ。そうです。そうです、健全ではござらん、ね、あの泣き虫ユーリもお便り本当にありがとうございました。ありがとうございます。あとねまだねお便りも何通か来てたんですけど、ちょっとごめんなさい時間の都合でですね紹介ちょっとできないんですけれども、はい、あのイベントに来てくれたお客様が今日観覧にも来てくださってるんです。ありがとうございます。ありがとうございます。超嬉しい。寒い中、本当に心から感謝です、飛ばされかけてるよ、大丈夫大丈夫ね、感謝ですね。感謝です。ありがとうございます、はい、さあそれでは皆様来たよ、お待ちかねのコーナー行ってみたいと思います。はい、今週のお便りテーマ、これって私だけ、私の性癖。ちょっと響いたよ、エコーかかったね。ありがとうございます。よかったね。さあ皆さん、はい、首を長くあそこを固くして待ってたんじゃないですか。そうだと思いますよ。むちゃ笑っとる。あのね、もう過去最大っていうのは最多のお便り数でございます よ。もうみんな溜まってるでしょ、こういうことしてほしいんだね。ちょっとバズアップの方向性が見えた気がする。いや分かったぜ。さあちょっとレノ君からお便り早速紹介してください。はい、バズネームペラです。ありがとうございます。ありがとうございます。スバル君、サトシさん、こんばんは。こんばんは。性癖というか多分フェチなんですけど、はいはい、私は耳たぶフェチです。あら、子供の頃から親の耳たぶを触りながら寝ている癖があって、今でも触ると安心します、自分の耳でも人の耳でも触るのがどうも好きみたいで、お付き合いしている人がいる時とかはずっと触ってる気もします。今はいないので触り心地のいい耳たぶ探してます。ちょっと何ちょっと素敵な感じで言ってんの。だって触り心地のいい耳たぶ探してますって。いいねでもさ、ちょっとさ、このフェチとかっていうのはさ、この幼少期からちょっとこう培ってきたものっていうのは確かにあると思うんだよね。そういうことなのか、うん、なるほどね。ちっちゃい時から耳たぶを触ってきてる人はきっと大人になっても探し求めるものは耳たぶなんだ。なるほど。君ちょっとこの系あるでしょ。あるでしょうよ。あるんだよ。あるでしょうよ。これね、ちょっと伝わるか分かんないけど、ちょっと、ね、似たような癖が僕もあってね、僕ね、ちっちゃい頃、あのこう横に寝てるさ、例えばお母さんが横に寝てるじゃん、そしたらあのね、足をお母さんのこの背中の下に足をこう入れる癖があって、まあ今考えるともうめちゃくちゃ迷惑な寝方なんだけど、圧迫されたってこと、落ち着くのよ、それが足をお母さんのこの腰、背中の下にこう入れると、だからすごい落ち着いて寝れるのよ。で、未だにあの一人でこうもちろん寝てますけれども、なんかもちろんかどうかは知りません。ねえ違う、いやなんで変な感じにするの。ごめん今いや一人で寝るわ、寝るときに例えばこうあのね、こう布団
掛け布団をこう、うん、ちょっとこう巻いて、うん、そこにこう下に足を入れたりとかして、ね、やっぱ寝ちゃうんだよ。下巻きつくわけじゃないんでしょ。巻きつきつつの足入れつつみたいな。だからあのマットレスとかの下にもよく足入れちゃったりするんだよ。あ、でもそれはちょっとわかるよ。あるでしょ多分ね。包まれたいんだろうね。あ、あ、今日包みの日だからか。なんだ、いやいや、うまく合わせてきてんじゃないよ。なるほどなそういうことね。君でも包む側でしょ。やかましいわ誰がテディベアじゃん。でもちょっとこれ分かるよ。いや、分かると思いますよ。いい耳タブ見つかるといいですね。いいですね今日来てるんですよね。そう、実は、はい、すみません。じゃあ続いてのお便り僕が紹介させていただきま す、はい、ます、バズネーム梅野からいただきました。レノさん、スバルさん、こんばん こんばんは。私は腰が好きです。 T シャツでもタンクトップでも、うんうん、上裸でも何でもいいのですが、うん、男性の背中から腰にかけてのラインがすごく色気を感じます、はいはい、筋肉がついた腰もちょっと柔らかそうな腰もそれぞれ魅力があって最高です。ちょっと体にフィットする服を着ている人がいたりするとついつい目がいってしまいます。あ、腰の骨ってことじゃないね。 腰骨腰全体ラインラインって書いてある。腰のライン、そう、あの背中から腰にかけてのライン、はい、はい、これ僕わかります。どういうことだから女性で言えばさ、はい、キュッとくびれた腰からくびれちゃんね、ね、くびれちゃんからふわっとされたお尻のラインってことでしょ、うん、あ、わかります。ほんと、わかります。でもさ、男性ってさ、結構もう体格によってさ、このくびれのスタイルなんてさ、全然変わってくるんじゃない、うん、でもね、こういう人多いよ、腰。これ何、これを見てさ、ついつい目がいってしまいますって言うけどさ、これ彼のこの腰のラインには何をするんだろう。待って待って、ねえねえ待って、ねえねえ待って待って、ねえねえ、生放送だよ。今、俺放送事故かと思ったよ。今ね、考えちゃった。無視しないで。何するかな。ねえ、何するかな。いや、でもこれもなかなか可愛らしい性癖だと思うんですよ。なんかさ、こう実際にさ、なんかその腰のラインにむしゃぶりついて、なんかもうペロペロしますみたいな。いや、してるじゃない。いや、してるかもしれない。ああ、僕はそれがいい。やめとけ。想像で俺たちがリスナーの話を膨らませるのはやめよう。わかりました。そうだね。いや、でもなかなかこう素敵な可愛らしい性癖だと思いますよ。まあ、ちょっとあのここから可愛らしくないのもあるので、うん、ちょっと、あ、ちなみに僕のこのくびれは、ええ、ねえよねえよくびれ。お便りありがとうございます、はい、ちょっとギア上げてきますよ。お願いします。いいですか、うん、バズネームのらくろ、ありがとう。ウッディレノさん、こんばんは。こんばんは。私、十字架に貼り付けにされてるヒロインという構図にすごく性的な興奮を覚えます。どういうこと、どういうこと。幼少期に見たヒーローもののヒロインって大体十字架に貼り付けにされてませんでしたか。いまだにそのイメージが強く、きっとそのままエッチなこともされてるんだろうな、ゲーとか想像してしまいますって。お前はアホか。もう本当にね、アホかと。いやでも、いやいや、はい、ちょっとね、分かる。あのさ、確かにキングコングでも、うん、絶対こう、あ、そうね、貼り付けっぽくなってるし、うんうん、なんかそのセーラームーン、セーラームーン、あー、あったあった。十字架に貼り付けにされてるの、ね、貼り付けにされた、大体こう服が破れたりとかしてるでしょ。あー、ちょっとごめん、あ、ちょっと待って、俺時間ちょうだい。待って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 。分かるもん、世界入んな、お願い。でもさ、確かにさ、ちょっと、まあ、ね、これイメージはちょっと膨らんじゃうよね、うんうん、これなんかこう、だってさ、女の子が動けないわけでしょ。動けない女の子に何してやろうかみたいな。ちょっと俺ら今日大丈夫か。大丈夫。いやでも、いやでもちょっとね、でも偏りすぎ、うん、いやでもね、分かりますよ。まあ本当、いや分かりますよ。なるほどね、うん、いやまあほら、こういう方も女の子目線で、その女の子が貼り付けにされてるっていうのは、これまじ、これ面白い視点ですよね。男性が貼り付けにされてたらテンション上がるかわいそうってなる、ね、やばい。いや、どうなんだろう、分かんないな。いや、上がるかもしんない。あ、貼り付けにされてる男性の腰骨のラインがやべえ。待て待て待て、何を梅野と合体すんな。バズった。バズったな。二人バズった。いや、ちょっとこれまた面白い視点ですね。いいですよ。もうガンガンいきますよ。どうぞ。続いて紹介させていただきます。はい、バズネーム、ブーメランパンツからいただきました。はい、いらっしゃい。スバルさん、レノさん、こんばんは。こんばんは。私の性癖ですが、はい、夏場によくやることを紹介します。はいはい、蚊に刺される時に、うんうん、蚊に刺された時に塗る、スーッとする痒み止めを。はいはいはい。天下にピー天下に少量入れてお楽しみタイムをすることです。アホか。ほてったアルトバイエルンにクールな刺激は結構癖になります。ただ入れすぎた時はかなりキューッとくるので注意が必要です。アホかってんだ。こういうの待ってた。まあでも、なるほどね、ちょっと知らない世界だったわ。いや、なるほど、やってみます。スースーするのがいいのかな。だってさ、これでもさ、スースーを超えてくる場合あるでしょ。痛みも伴うかもしれないよ。あるよね。そう、だからこのみんなんでもね。おいおいおい、レノ、レノ、お前今のは俺は伝わったぞ。伝わった。レノ、いや、ダメだ。ミンティア、なんでもない。ミンティアを口に。だから。レノ、すごい。なまって。
いいよね。もう、はい、いやいやいや、レノちゃん今の、いやいやいや、今のちょっとレッドカード寸前だったよ。本当にまだいけたでしょ。まあ、ギリだな、はい、ただお便りはねもうちょっと上を行ってるんで、ね、俺相当これきつ、なんかあのハードコアだと思うよこの、うん、ブーメランパンツのやつも。いやまあ十字架に貼り付けにされた上で、いやちょっと天下を、まあでも確かにやってみたいとは思う。ちょっとね、まあ、最悪手に塗ってでもいいわけでしょ、うん、そうだね、うん、そのスーッとするもの、夏が待ち遠しいぜ。ブーメランパンツ、ありがとうございます。いつもぶっ飛んだメールありがとうだぜ。ちょっとね、はい、もう一個読んでいいですか。続いていこう、はい、バズネームもこもこわかめさんからありがとうございます。はい、スバルさん、レノさん、こんばんは。こんばんは。私の性癖というかフェチはすごく不謹慎だとは思うんですが、何でしょう、骨折フェチというか骨折とかして動きづらそうにしてるところを見るのが好きなようで。どういうこと。松葉杖をついていたり、うん、ギブスをつけていたり、包帯を巻いていたり、歩きづらそうなところとか、ペンが握りづらそうなところを見るとキュンとしてしまいます。多分解放してあげたい、解放してあげたいって気持ちだと思います、うん、怪我させたいとかそういう気持ちは一切ないです。よかった、怪我させて。いや待って待って待って、レノ、違う、自分の気持ちが出ちゃってるよ。お疲れ、違う、俺お疲れ、まだ終了じゃないぞ。すいません。あ、そう。いや俺さ、ちょっとさ、最初さ、これ文面見てたらさ、なんか折ってやりたいのかなって思ったけど、そういうことじゃなくて、ね、要はそのちょっとこう体が動きづらそうにしていたに、うん、ちょっとしばらくの間なんかその、うんうん、動きにくい人を見て助けてあげたいみたいなっていう、ね、そういうちょっと母性し、心っていうのはそういうの。ただこれ悪く捉えると、弱ってるものに性的興奮を覚えるってことですね。十字架に貼り付けされてるような十字架に貼り付けされて包帯を巻いてて、うん、完璧ってことでしょ。でもうさては、さては、ま、S だな。お前ら全員共闘だなこれ。全員一緒のことだな。段階上げて きやがって弱ってるのが好きか。まあ確かにあのちょっと落ち込んでる女の子とか、うん、なんかまあね、ちょっと泣いてる女の子とか、まあね、うん、なんかこう抱きしめてあげたくなっちゃうみたいなのはあるよね。そうね、俺の困り顔フェチと一緒だよね。でもレノちゃんの場合は泣いてる子可愛いなじゃなくて、うん、泣かせてやるぜベイベーって感じでしょ。うん、泣かせてやりたい。もうだから前も言ったと思うけど、マスカラを落とす男よりも口紅を落とす男になりなさいよ、はい、あんたは。急に反省しだしちゃうじゃんそれ。やめてくれよ。いやいいですね、木村さん。じゃあちょっと私最後ラストボムっていいですか。いいっすよ。ちょっとあのすごいのが来たんで紹介させてください、はい。バズネームみゆからいただきました、はい。先週のコーナーがぶっちゃけ多かったんで私も言います。はい。室内でするより車でした方が燃えます。このやばいね、完璧だよね。いやいや、マジか。お前直接的なの来たな。でもね、続きがあるんですよ。なるほどね。ついでに今日は私の誕生日です。おい、 おめでとう。おめでとう。お母さん産んでくれてありがとう。お父さんバズってくれてありがとう。オチがついてますね。マジか、素晴らしいですね。え、なんだって、室内でするより車でする方が、あ、なるほどね。どう、うん、いや、どう、これは理解できる、どうって聞くとこ。そうだな、うん、答えにくいな。まあでも、あの、あ、そう、あ、非日常的なシチュエーションが燃えるってのは分かります、うん、あ、そう、え、そういうことでしょ。いや僕はさ、ちょっとさ、なんかね、考えちゃうのはさ、どうやってっていう人目をしないで、そんなに、まあ、なアウトドアみたいな感、うん、アウトドア感覚なのか、うん、だから、まあ、だからその助手席からの運転席なのか、え、これ詳しく話した方がいい。やめとけよ。お、さては、さてはお前チーン。おい、俺自分が車の名前だからなんかやりにくいんだよね。スバルだから。それさ、うん、それもしそれでバズったら、うん、言ってね、ラジオ。いや本当だよ、うん、まあでもせめて俺が車でバズる場合はスバルを選ぶよ。いや選んで選んで、いやそれめっちゃ面白いから。もうだから、まあ、今日のまとめると、うん、車の中で貼り付けにされて骨折をしてれば最高ってことでしょ。で、あのスースーするやつがあれ ばなおよし、なおよし、耳たぶ触りながら腰骨をめでると。だから、はい、これもうリスナーさん方のそれぞれの思いなわけで。そうなんですね。おまとめるんじゃないよ、うん、それを。でもまとめてみた結果ちょっとテンション上がっちゃった、うん、うんうん、ちょっと想像してみたって全部。確かに車って意味では、うん、なんか鏡張りの車あるじゃん。
あれはテンション上がるよね。 MM 号ね。 MM 号、いわゆるいわゆる MM 号。 MM 号の中で、うん、俺貼り付けにされてたらクソテンション上がる。そういうことだ。ちょっと待って、これさ、俺あとね、この前お便りで来たのが、はい、あの言っていいですか、うん、今日放送47回目じゃないですか。はいはいはい。あの48回目、うん、48点にちなんで48回目までこれ続けませんかっていうのが来てて、考えます。考えます。まだお便りが来ればいいですよ。来ればね。ただまあ、もし来週も続けるとしたら、はい、このミュウさんの、うん、超えるようなこのミュウさんの車の方が燃えます。はい、これをちょっとお手本に。わかりました。皆さんもしよかったら。いや本当に無理にはと言いません。はい、しかしもしこういうのがあったら紹介させていただきます、ね。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。はい、本当にたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではここで今週のバズアップミュージックのコーナーを行ってみましょう。本日ご紹介するのはこの曲。はい、お聴きいただいておりますのは Forever the Sickest Kids でカタストロフという曲でございます。素敵な曲じゃない。ご機嫌じゃないですか。これ今日はレノ君チョイス。そうなんです。あの全然何のストーリーもないんですけど、うん、むっちゃ好きでこの曲は。あ、そうなんだ。なんかこう昔、今はほらヒップホップ好きだけど、はいはいはい、昔入りとかがパンクだったから、うん、よくないですか。いいじゃないですか。なんかあの車でしてる最中に聞いたらなんかバカタレかお前。あ、なるほどね。いやいやいや、でも俺が車で何でもない。やめとけってんだよ。まあ、ムーディーな方がね。そう、まあ、いや、このくらいの方がいいと思うよ。あの音が聞こえないからってこと。いや違う、なんかさ、こうなんかBPM 的にさ、なんかってなんだよ。なんかこの、はい、ちょうどなんかこの、ちょっと待って、ちょっと待って、BPM 的にってのはそのなんて言うんだろう、そのリズムキャルじゃん、うんうん、このリズムがいいってこと。はい、はい、以上バズアップミュージックのコーナーでした。あー、おっと、おっと、いけねえ。ああ、エンディングの時間が来ちゃったぞ。いや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 、お前さ、ん、やっぱあれだよね、登り切った後の感じだったよね。そうだね、もう今日この番組を通して、もうなんか行くとこまで行った気がする。あ、なるほどね、うん、まあ、その感はあるよね。ただやっぱこの行った向こう側、うん、見たい。いや知らん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 。何の話か知らんよこれ。エンディング、まあ、ということで、はい、もしよければ、四十八手にちなんで、来週も、うん、これやれたらちょっと面白いですね。じゃあちょっとプラスアルファお題を、うんうん、さらにちょっと付け加えてもいいですか。はい、もしよければ皆さんのフェチ、うん、プラス、うん、どんなスタイルフェチか。まあ四十八手にちなんでですから。なるほどね。自分の好きなスタイル、プレイスタイル、なるほどね、うん、ファイティングスタイル、ファイティングを募集しましょう、うん、結構ディープな方行くね。ディープな方行くよ。まあ、でもスタイルってのはね、それぞれ捉え方がありますからね、うん、そうです、そうですよ。僕はこの番組お母さんが聞いてるんですよ、うん、あの俺もでしょ、うん、うん、もうそういうの一回もうシュッとして、ね、うん、いいんです、いいんです、皆さんにも聞いていただけます。だからもう皆さんと一緒にこの番組を盛り上げて盛り上げてまいりたいわけでございます。皆さんよかったら、来週48回目にちなみまして、皆さんのファイティングスタイル、はい、好きなファイティングスタイル、そして好きなフェティズムをぜひお送りくださいませ。はい、あの先ほどいただいたミュウさんのあれがお手本です。あれがね、うん、あれがベースですよ。いや皆さんの他のもあのベースですよ。皆さんの素敵でしたけれども、ええ、あれを超えるのが来たら嬉しいなって感じでございます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでお送りしてまいりましたバズアップ。この番組では皆様からのお便りを募集しております。はい、宛先は info@792fm.com まで、またツイッターをお使いの方は BU ハッシュタグ、はいはい、BUZZUP を入れて番組放送開始前までにツイートをしてください。僕たちがつぶやいてるのを拾っていきます。よろしくお願いします。今日はちょっと拾えなかったけども。そうなんですよ、でも見てますからね。ありがとうございます。ありがとうございます。お便りのテーマの他にもですね、はい、番組の感想やお悩み相談だったりリクエストや僕たちバズアップに聞いてみたいことなど、うん、まあお便り内容は何でも構いません。よければどしどしお送りくださいませ。よろしくお願いいたします。お願いいたします。なんか告知ある？あ、そうですね、今ちょうど集中稽古に入った、うん、あのバトルバトラー、はいはい、来月3月8日から12日まで品川の立候補ホールで、うん、赤間直也くんと一緒にやっておりますので、うん、はい、ぜひぜひぜひ来てください。どんな感じのお芝居なんですか？
イケメン風の僕たちがイケメン風の僕たちがなるほどね、うん、羊ってわかります？はいはい、羊たちが戦うんですよ。ほー、アクション満載で。なるほど。ちょっと今までにやったことのないキャラができるかと思います。なんかチラッと聞いたけどレノ君かなりアクションやってんだって。もうついていけない頑張れ本当に頑張れし頑張ります。じゃあよかったらレノ君の、レノサトシの、ツイッターで情報よかったらチェックしてみてください、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。あとお聞きいただいてる、うん、この、ファンファンサーズデイバズアップの、うん、公式ツイッターアカウントもございます、はい、よかったらフォローミーって感じで。いや本当です。秘蔵写真いっぱい上がることもあるかと思いますんで、はい、ぜひです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、本日もバズアップをお聞きくださりありがとうございました。明日が皆さんにとって良い一日となりますように。そしてお車でお聞きの皆さんはどうか安全運転で。はい、それではバズアップまた来週のこの時間にお会いいたしましょう。お届けはレノサトシと木村すばるでしたバイバーイ